天才ピアニストの「深夜おでん」でんあ間違えた待ってずれちゃうちょ気緩んでるわうんほんまにはっきり言って今はゆるゆるやった「深夜」をソロパートで打ってねえから私は「<laughs> おでんだけ」で寄ってきやがってああちょっと出てるなこれはあかん疲れが出てるわ えー何疲れ出しとんのよどこで疲れ出しとんのよほんまはいごめんなさいすみません皆さんこんばんは天才ピアニストの竹内ですますみですさあますみさんが気抜けてる中ね今日もラジオ12分間喋りたいなと思うんですけれどももういやなくてう,うが強いわあなたそれ怒るにしてもさあ今日はですね、はい、あのちょっとよく聞かれる質問ではあるんですけどもはい、はい、あの天才ピアニストというコンビ名、うん えー、なんんででつけたすすかとか聞かと聞れますね、はいまあ、YouTube の方でですね、うん、お二人はどうやって組んだんですかみたいな話を聞かれるので結成秘話ですか、まあ、そうなんですコメントでねちょっと質問頂い,いてたんですその辺のお話、うん、コンビ組み立ての話とか、はい、コンビ名決める時の話とかをねしたいなと思うんですけれども聞きたいのよみんな知ら<ー>んでいや今日はええわみたいなやつもおるかもわかる <laughs> 今日は興味ないわっていう。 食べ物の話せえのがいっていう食べ物の専門家の方もね、はい,いらっしゃる中食べ物ラジオぐらいの感じでやってるんでね<ー>いやそうなよのよ、ね、我々本日結成の話の話、うん、あのー、まずねえー、私たちはあの NSC はい という吉本のお笑い養成所で出会ったので、うん、それ以前の接点は全くないんですよだからコンビ入学でもないですし、うん、とりあえずバラバラで一人ずつでね,ね別にコンビで入ってきたとかでもなくて一人ずつ入ってきましてほんで、うん、卒業してから組んでるんですよ、うん、NSC を。 で NSC にいる間はそれぞれ別のコンビを組んでは解散し組んでは解散し,し、ね、解散しまくってたねええー、これはもうだから私は4回してますから竹内さんの方が解散のイメージあるけど、はい、そうそう NSC 中ね、うん、意外と私も解散してるまっさんも3回してますからね、はい、結局コンビ合わせて計7回ですか、うん、ほんであのー、まあ 女コンビも男女コンビも両方ね両方私たち組みましたけども、はい、あのだから私たちは組んで解散して繰り返しすぎて、うん、あの元相方が共通してたりするのよあそうなんですよ一人ね、うん、あの今俳優班ですか、うん、にいるのりちゃんっていう子がおるんですけどのりちゃんと私いっちゃん最初に組んだんですよ、うん、でまっ さんは二番目の相方がのりちゃん、のりちゃんがまた喋れんのよ。のりちゃんがそのとにかく滑舌が良くてすごく喋れてキャ司会の仕事とかしてたってそうなのあるし、もとなんかその俳優というか劇団に入ってたりとか、演やってる子だったから、演技もできるんですよ。そうそうダンスもできてね。そうそうなんか女同士で組むやったら強いんちゃうかってことで結局二人ともね組んで解散しちゃったんですけどね。 そうなんですよのりちゃんさだから元相方やから分かると思うんだけどのりちゃんと組んでた時はすみがネタ書いてたよで私ものりちゃんと組んでる時は私がネタ書いてたんですよでのりちゃんめっちゃ覚えんの早いそうね。なえぐいよなほんまにえっと一応送ってとか見てもらってで1回読んで2回目話すねん台本 いいやや私覚えてないのよっていうそうやねめちゃくちゃこっちが考えてるの側やのにめっちゃ早いね早いねあれなんかコツあんねやろないやそうでしょもう覚える脳になってんのよねすごいよね本当にすごいごめんなさいめちゃくちゃ早いペースで覚えるから焦ったっていう思い出はあるんですけどネタ合わせはめちゃくちゃ楽やった思い出があるなそうやなうんうんそう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 そ へまして男性の相方もいてましたよいてましたいてました、はい、もうそれは1か月も組んでるか組んでないかいけいかよね私に関してはそうや最後のね、うん、大ライブは卒業の間近にある大きいライブはそのこと出たけどこと出てましたけどね、はい、そうですよ すぐぐらいな5月末に組んだんですけど在、はい、学中はね、うん、あのますみもツッコミで、うん、私もツッコミで、うん、でますみちゃんねあの今よりものすごい痩せて、ま、2 0キロ以上痩せてましたから、はいうん、で細かったんですよ、うん、ほんで短髪の金髪とかあったんですよ。だかからなんかあんあまり しっかりしてる感じの印象よな年も上やし結構同期からしてもお姉さんみたいな感じの存在で、って、うん、か面倒くさい仕事もこう率先してやるような感じやって、うん、あんまだから私はボケが、うん、をやる人やと思ってなかったから、うん、組むっていう感じにはならなかったのよね一回もなかったね一回も、うんうん、ただその一回更衣室でさ、うん なんか、ま、女子公室みたいなのあるんですよ。一応、ダンスの授業とかで着替えなあかんかったら。狭い狭いね。そうそう。そこでさ、なんか、好きな男性の話になってさ、うん、で、私、ま、ミスチルの桜さ,さんなんですけど、はいはい、あの、ほんま、大きく、ま、離れてはいるんですけど、うん、森山未來さんも好きなんですよ。好きなのよ。俳優の。うん、で、その話した時に、松さんが遠くから、わかるみたいな。<laughs> あんまちゃんと話したことなかったかいいよなみたいな。うん、え、ほえ,え、いつの森山未來が好きって言ったら、うん、あの、ウォーターボーイズの時の森山未來。って。 そうってなって、もうウォーターボーイズの森山未来がてっぺんやった。いや、かっこいいな、ね、あれ。 な濃い。キャラもええし。そうやね、キャラクターもいいよね。なもう最高やね。今はちょっとあの、コンテンポラリーしすぎて。もうね、表現にすごい表現でね、森山未來さん。っとわかんなくなっちゃってるんだけど。見失っちゃった森山未來さんの背中。前に行ってはんのよ、ずっと。あの時代の未来ちゃんは大好き。いや、そう、それで、この人は信用できるなって。分かってるっていうことで、まあ、その辺から親近感を覚えてたんですけども。だから、マスさんはね、あの、 在学中の最後の方はね、うん、ボケのコントみたいなのやってたのよ。あその相方と解散したってうそうそうそう。間はその間はピンでコントやってたんですよ。でねねあの、うん、一番覚えてるのが占い師のね。うらのすたまみね。うらのすたまみ。ちょっと、うらのすたまみの入りだけやってくれるはい。はい、ハローニー、ハオ、アニュハセヨ。うらのすたまみでーす。<laughs> 本名は何やったけえ、ちょっと待って、みたな。宮本か。 宮本明け明けそう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 ,そう,そう,そうなんかその別に宮本明美とか言わへんのに、うん、本名とかも設定してそうらのまみのまみはあの違う読み方したら明美なのよまはあの真珠の衆みたいなやつ <laughs> いや裏設って大事に作れとは言われたけどそこまでやるやつおれへんやろであ,りあの, <laughs> あの天神橋の商店街で占いやってて、はい、でバツイチであの 子子供おるっていうっていう設定で占い師の一人コントみたいなやってたんですよでんか占いみたいなたこ焼き占いみたいなやってもらってたこ焼き占いますみたいなんであんねんええちょっと待ってな山ちゃん何やっけな何から始まってたっけえ銀だこ罠なゃててててててあかんちょっと待ってめちゃめちゃ思い出されへんわなか何だったかな タコ、タコ八はなんか、<コ>クくルギンダコヤちゃん魔法人。いや。いいやばい。タコ焼き屋さんの名前を並べて言うっていう,いそ,うそれはその魔法人描きながらよ。うん、言って。タコ八はなんか、クくルギンダコヤちゃん魔法人。<laughs> タコ焼きはないっていう,のうこのね、くだりは気に入りすぎて、後のコンビのネタでも入れたことあるんですけど。<laughs> まあそう、そういうのを見て、私はなんか、 ボケもできる人ななんやという感じでもすぐには組む話にはならなかったですかねでもまあまあ飲みに行くというかご飯は行ったりしててうんまあ共通のね東京に行ったよくごめんなさい名前出てくる山村和光とか山村和光ちゃんとかと良かっていうのもありますからねでなんかね私が覚えて初めてネタ合せしたのは組むとかいう話をしてなくてちゃんとでんかサ茶飯で飲ましょ ほんで、なんか、マッコリ飲んでて、マッコリマッ、め、マッコリももっこりちゃうな。マッコリもっこりじゃないな。ね んかそうそうんかゆったりまっこりみたいな名前のまっこり飲んでたんですほんでんかコンビ名みたいなみ言い出してそれをコンビ名にして私ねたまたまその時ネタ書いたノート持ってたんですよそれを家でやってみて2人で「やはー!」みたいな飲んでるからも楽しいからみたいなんが最初そうやなだからそれをどっかで披露したっていうことはないよね全然ない全然ない飲みのあれで会話の流れでネタ合わせたっていうだけの そうそうそそううでもあの時ね多分舞台でやってへんかもしれんけど銭湯の掃除のおばちゃんのネタやったと思うんですよあやったな舞台でえ銭湯のネタやったっけ銭湯のネタで男風呂と女風呂どっちが掃除しに行くみたいなああ福山雅治が男風呂に来てるから男風呂の掃除を取り合うみたいなそれ漫才やったその時漫才やってでもコントでね後にやりましたけど そういうのをやりながら仲良くなってみたいな感じなんですよだから NHK 卒業した時はお互いピンというかねそうそうもう解散した者同士というか落ち武者同士みたいな未亡人やったの完全な未亡人未亡人何回なって知らん見亡りまくってたよねまくってたわよひどいわよ本当にでもさ NSC の頃はさネタを見せる授業 ほかに今ダンスとか発声とか、はい、ありましたねいろんなねいろんな授業があって、うん、で私らはねトークの授業が得意だったのよあートークねねあのなんかほんまに緊張するんだけどみんなが見てる前真顔で見てる前で一人立って 1>、うん、で1分とか優秀な人は2分もらえないですねはい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 なんか前回の成績によって分数がもらえるんですけどで毎回トークテーマがあって、うん、この夏やってみ初めてやってみたこととか、はい あの今までに印象に残ってる人とかなんかいろんな、ね、決められてるのよそう決められたテーマに沿ってトークするんですよ時間内に、うん、で先生がそれに対してダメ出しするっていうその振りはさっきに言っといた方が良かったとか,んか結構がっつりダメ出ししてくれるみたいな時期があってそれでねあの割とこういい成績だったのよ私ち。竹内さん常に 3以内入ってたんちゃういやもうでもそんなことないけどでも、うん、割と上位やったらそ,それこそノリちゃんもねノリち, <laughs> ちゃんも1位取ったことあったノリちゃんもあったあったあった一<ん> 1>, 1位取ったことあったいやだからその A クラス B クラス C クラスってトークのクラス分けられんのよ分けられんのよなんかね話のろさというかでは1回も下落ちたことないなそうそう<応> A クラスでしたねずっと、うん、ほんで増さんはなんか結構怖い 先生っていうか、イメージ。はいはいはい。なんか、もの静かで、ボソボソっていう感じの先生なんですけど、なんか、まあ、楽しそうに喋ってるのがいいよね、みたいな。楽しそうさ評価されてたよな、そうやね。もう、喋り方がいい、内容動向じゃなくて、みたいな。確かに、今のまんまやもなんか、いや、こないだねー、みたいな。友達と夜に出で旅行行ったんですけど、なんか、それでーみたいな。ほいでねーっていうね。でもほんまに、表現力をね、非常に評価されてたのよ。 だからね、やつやつや落ちたことはなかったですね。そうですね。そうなんです。内容なんか私ほとんど食ってなかったもん。あ、そう、もうこのこと話そうっていう感じなんや。なんかあの、ボケとか何もない。あ、時間が終わりだわ。そのね、<laughs> 一旦それでは聞きたいと思います。